はいどうも。どうも、メングシューターと申します。信長の野望、波動、開始。パーン。太っちょカウボーイ。誰がわかるそんな。マイナー芸人。誰がわかる。もう、早速行きましょう。単刀直入、早速行きましょう。サーバー移動の結果どうなったかということですね。昨日やったんですけども、サーバー移動の結果、あ、これですね、これ。赤ポチついてないじゃないか、これ。あんた赤ポチついてない、これ。あんた見たね、これ。いや、見てないよ。いや、見てたら赤ポチついてないの。見てないよ。さあ、その茶番はどうでもいいとして。赤ポチついたら見ちゃうでしょうかよ。え？見ちゃうでしょうかよ。ついつい見ちゃったよ。まあ、私は結果ね、もちろん分かってる状態。どうでしょうか、皆さん。いけたと思いますか？抽選して。抽選したら当選したくなる。それが人情ってもん。当選したかしなかったか。さあ、それでは開いてみましょう。ぐり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 。ポン。あれ？あ、これ長押し効かねえ。あれ？開かない。長押ししちゃダメだった。出身サーバー変更申請終了。もうできませんよ。そして、年貢シューター出身サーバーが24。変更希望サーバーは、14しか決めらんないよ。申し込みには上記の同意が必要です。なんでそれ？これ、外れねえ、外れねえ。デジタルタトゥーか、外せねえ。くそ、騙された。結果、当選。イエーイ。何でもかんでも当選したら嬉しいもんですね。バカなんでしょうか。これにてですね、24サーバー出身、24サーバー離れ、14サーバー出身となりました。24サーバーの方々、ここまで3シーズンの間、さようなら、もうしばらく会うことはないでしょうというところですね。まあ大体ですね、綾野さんが天部でまたやって始めるっていうことで始まったんですけどもね、もう1ヶ月か2ヶ月もしないうちに綾野さんがいなくなるというですね、話が違うっていう、話が違うよっていうことでね、3シーズンダラ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 やってきましたけども、はい。14サバに行って、また14サバからくっついたサーバーに行くかも、なんていうね、流浪の番組、タモリクラブがね、始まったわけですね。はい。空耳、あーわー。ということで、当選いたしました。はい。1500がですね、ボッシュートですね、そのまま。そのままボッシュート。名称のこの札で書いてきた方がまだ良かったんじゃないかというところですけども、ボッシュートされてしまいまして、あと何日ここで過ごせばいいんですか？それがね、問題なんですよ。この、一番先発サーバー組ですね。形勢決着が、8月30面、面って形勢決着。で、8月31から新しい、ってことですかね。一問ミッションの追加とか、突撃かとか、調達推奨、攻撃奨励とかやってますけど、もうなんか、その、どうでもいいっていう、情勢どうでもいいっていう感じに僕ね、どうしてもこの、シーズン終わり間際のメンタルが私弱すぎてですね、どうもね、この終わり間際は立ち上がれないんですよね。30で終わりなんですね。あと、9日もあんの？長っ！長いな。で、形勢決着だから、もう27日には、天下騒乱は27日で終わる。日曜日で終わる。あと1週間。この1週間でほぼ終わりですね。ラストスパート。なんでタイトルいくんかい？何をダウンロードしたの？まあ、さておき、このサーバーはですね、なんかトーナメントイベントを、ユーザーイベントでですね、やっていただいて、それ終わったらなんか自由に、なんか攻めることにしましょう、皆さんみたいな感じですけど、なぜか自由に三好が攻められるっていう状況ですね。その状況で三好のですね、レッドなんとかさんがですね、もう、あ、これ一問チャットだった。間違えた。
三好のレッドなんとかさんがですね、また、いや、やめとこう。レッドなんとかさん映すとまた切れるから、やめとこう。ええ。アイなんとかさんがちょっと怒ってましてね。ええ、また切れてましたね。いや、なんだかんだやっぱりですね、この元なり持ってると、そら狙われるんですよ。やっぱり。元なり持ってちゃダメなんですよ。ええ、そういうことなんですよね。多分ね。別に、レッドなんとかさんが嫌われてるとか、そういうことじゃないと思いますよ。はい。また、そんなね、嫌われてるからでしょ、みたいなこと言うと、またね、怒ると思うんで、私ね、人を煽ったり怒ったりとか、好きではない。ただ、素直に意見を申しているだけでですね、それが、誤解を生んでしまう。さあ、困った困った、たぬきちゃん。ほら、捕まえた。さあら、バイバイ、さあら、そろそろ終わりますか。ね、そんなくだらないことを言い始めたんで、はい。まあ我々は動いてないですけどね。まあどうすかね。僕一応元就は星いくつだっけ？編成で見た方が早かった。元就星2か。星2でもうまあやっぱりこの戦法が強いんで、で技能も気楽新さんこれが早いので、まあ同士打ち用っていうデバフ用では持っていますけども。ね、やっぱり戦力は低いですけどね。これをカンストさせようと思うと、まあ、欲しいですよね。そうなりますね。まあ、そんなこんなで、あと10日ですね。サーバー移動が待っているというところ、どのサーバーとくっついて私はどうなってしまうのか。まあ、24サーバーの方々はですね、今まで3シーズン一緒にやってきたんですけども、もうしばらくというか、ほぼないんじゃないですかね。いや、そんなことないか。しばらくはまあないですよね。次はないし、次の次もないかな。私がどこに移動するかによる。ですかね。そんな感じでございます。どうなるでしょうか、次のシーズン。さあ、ふらふらと流浪の実況をしております。次回もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、またんご。